番人気は1番日本の誇り銀チャリボール、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリムジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました世界最強決戦。まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長リーゼント頭、アミダイスにガーターベルトはフランスの牝馬、2番ピンクフェロモン女性ジョッキー、中央位置アメリカからの資格4番ハリウッドリムジン2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、大きく遅れて最後尾8番ハリボテーレジーはまさに今朝仕上がりました。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回って行きますと、ここでハリボテ壊れた、何か出た、大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく、先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンも上がってきている。さあ最終コーナー、先頭1番銀シャリボーイ、そして4番ハリウッドリムジン、内から6番サバンナストライプ、3番直線番長と続いている。とソニアが立った、ピンクフェロモンの騎手ソニアが立ち上がりました。ピュンピュンと飛び散るムチの音、ソニア様に火がついた、長いムチを振り回し馬群を真っ二つ、ムンムン来ている、ピンクフェロモンムンムン来ている、ムンムン溢れている、甘い甘い腐ったバニラの匂い、これがピンクフェロモン、ムンムン来ている、ソニア様のお出ましだ、ソニア様とお呼び、吸い寄せられる後続、フェロモンが欲しい、ご褒美が欲しいと、何か飛んできた、番長交代、これは何だ、また来た、これは何だ、どうした、セッパンパン、服なんかいらない、ピンクフェロモン全てを脱ぎ捨て全てを解き放ち、今圧倒的な匂いでフィニッシュ、セッパンパン、ピンクフェロモンフランス仕込みのハードプレー、府中の20万人が大笑点、確定しました。1着は2番ピンクフェロモン、2着にハリウッドリムジンが入りました。シネマ競馬でした。次は競馬場でお会いしましょう。ボンボヤージュ。